はい、2019年最後の動画になりまして、一応この動画でね締めくくろうと思ってます。で、私といえば何か、もしかして雑談動画っていうなんか代名詞みたいになってます、もしかしてなんかそんな思うぐらいね、今年も雑談もね結構やりましたね。で、雑談とね、あと今年ライブをたくさんやったんで、で、まあ喋ってることが多いんね、多分ね。で、印象的には喋ってるおっさんになってると思うんですけど、で、私もともとね、そんな喋りが得意じゃなくて、で、関西弁でちょっと馴染みやすいから言うて、まあ好き嫌いあるみたいですけどね、馴染みやすいから言うて聞いてくれる方がねいらっしゃるみたいで、まあそこはねありがたいことなんですけど、もともとボキャブラリーが少なくてね、喋りがめちゃくちゃ下手くそなんで、人前でね喋るっていうことは緊張してようできへんわ、そういう性格なんで、まあ一応これカメラ向かってますけど、もうみんなおらへんからね、周りにねおらへんから喋ってるけど、おったらよう喋らんっていうね、そういう性格なんですよ。まあそんなのは置いときましてね、まあ今年1年の締めくくりなんですけど、で、今年1年はね一応写真もね、フィルムをちょっと多めにやっていきましょうって確か言うてたと思うんですけど、それは一応まあ今までよりは多かったので一応達成できたかなとは思ってますね。で、今年はね旅行が多かったので、旅行写真でフィルムカメラをね持っていて撮りましたので、それがねめちゃくちゃ楽しかったですね。だからあえてフィルムカメラを持って行って、で、一応フォローとしてコンデジを持って行ったって感じですね。 X100F とかを持って行って、まあ、そんなふうに楽しんだので、まあめちゃめちゃ楽しかったですね。で、それから、あとはね、野鳥写真今年はめっちゃ少なくて、まあ、年の初めの1月2月ぐらいに、シグマの100、400のレンズの話をした時に、何本か撮ったぐらいで、で、それ以降はね、あんまり撮りに行ってなかったですね。で、まあ、撮った写真も少なかったですし、今年はだから野鳥写真はほとんど行ってなかったような印象ですね。だから旅行写真と、あとはいつも通りスナップですね。やっぱり私が馴染みがあるのは山の方なので、まあ町よりは山の方が多くなりましたし、まあこれからもそうなっていくと思いますね。で、町中はちょっと刺激を得るためにですね、だからたまには行ってみっかみたいな感じでやってますので、まあ人の真似事ですね。まあ私はもう町の育ちじゃないですから、まあ懐かしの風景でもないので、まあ、ちょっと刺激を得るためにちょっと行ってるってところがあるんでね。まあなんちゃってスナッパーみたいな感じになってますけど、まあそれでもね楽しくやってまして、中でもこう自分の中でおって思う写真もたまには撮ることがあるんで、まあそういうのを求めに行ってるって感じですね。まあそんな感じで今年1年もね、たくさんの写真を撮ってきましたけど、まあ、フィルム多めでね、楽しいね、1年間が過ごせたかなと思ってますね。YouTube 活動についてはね、今年はまあ登録者で言うと3600人ちょうど増えたぐらいかな。年の初めに1万人ぐらいやったんで、まあそんなもんね、今は1万3600人なんで。まあ、数的にはまあよく増えた方かなと思ってましてね。で、私って別にこう真新しいもんがあんまりこう紹介したりしてないですよか。で、その割にはまあまあ人が集まってきてくれてっていうのが嬉しくてね。で、私はもともとチャンネルを立ち上げた理由っていうのが、無趣味なおっさんが動画を見てですね、なんかおっさんが喋ってると思って見てですね、で、あ、なんかおもろそうやから俺もやってみようみたいなことに食いついてくれたら嬉しいなと思って。で、なんせね、無趣味なおっさんが多いと思ってるんですよ、私はね。その年代の人だって特に多いと思うんで、まあ、例えばこう、ちょっと言い方悪いですけど、嫁さんに虐げられてとか、ね、動きを制御されてですね、まあ、自分のしたいこともできずにっていう、多分困ってるおっちゃん連中おると思うんですよ。でもカメラって、例えば家族持ってる人だったら、一家に一台ありませんか。子供を撮るために。まあ、それを利用してですね、まあ、趣味としてやってみたら、お金もかからへんし、今やったらね、フィルムカメラやったらそれこそ、ね、コストは言いますけど、デジタルカメラやったらね、SD カード1枚あったらもう撮れませんか、セットがあれば。まあそんなんで写真を趣味にしたら、結構楽しめるんで、まあそんなんで引きずり込んだろうと思って、もともと始めたんですよ。まあそんなところもあるんで、まあそういう意味で言えばですね、こう、なんていうかな、こう、真新しいものに食いつくんじゃなくて、そういうスタイルみたいなところで共感してもらえて集まってきてくれてるんかなと思うので、そこはすごいね、嬉しいところですね。YouTube ってね、このままどんだけ続くかって誰にも分からへんような感じですね。10年、20年続く保証なんかないから、もしかしたら来年とか再来年とかね、急に方針変えてやめますとか、ね、例えば収入半分にしますとかっていうことが、まあ、実際あるかもしれんもんね。で、そんなん実際生活してる人ってどうするんやろなと思って。で、私なんかもう単純にサラリーマンとしてやってきているんで、まあ固定の給料があってね、やってるんで、なんかそういう発想ってなかなかなりにくいんですけど、
例えば YouTube 絡めながら他に職業してる人やったら、他になんか例えばあの会社立ち上げてるんやったらいいけど、 YouTube だけで飯食ってる人っていうのはなかなか怖いなと思ってしまうんですけどね。おっさんやからやっぱりそういう風に、まあそれのおかげでね、カメラ好きのおっさんとか、ね、写真好きのおっさんと絡むことができてですね、今年初めてのそのねプチオフ会みたいなことをねすることができましたし、私今までにそのオフ会ってことをしなかったのは、まあ私が読んでも誰も集まらないっていうのも感じてることもあるんやけど、例えばやりましょうかって言ってもちょっとこう億劫なんですよね。まあちゃんとできるかなっていう不安があるのと、例えば同じようにこう一緒にやってくれる人がいたらいいんやけど、結局多分私一人全部やっていかなあかんねんね、段取りしたりせなあかんねんけど、もうそれが面倒くさいっていうのもあるし、うまくできるかなっていうちょっとその辺の不安感もあってね。で要は顔も見たことない人集めるんやから、なかなか怖いですよ。まあ、そんなのもあって、まあ要選かあったとこもあったんやけど、まあ今回はたまたまほんま声かけてもらって、集まりましょうって言うてもらえたからできたんですけど、まあ、一応来年はそんな風にね、たまにはやってみてもいいかなっていう風にちょっと感じて、もうちょっとこう肩の力を抜いてですね、そんなところも後の進んでいけてもいいかなと思ったりしてるとこなんで、まあそれはちょっとね、今ちょっと口滑らして言うてしまうんだけどもしやるときあればですね、また声かけしてですね、フォトウォーク的なことも来年はちょっとやってみたいかなと思ってますので、まあその時はね、よろしくお願いします。まあそんな感じでね、今年1年間皆さんのおかげでですね、かなり充実した1年を過ごせることができました。またね、こんな調子で来年も楽しんでいきたいなと思ってますので、来年もね、よろしくお願いいたします。それでは、良いお年をお迎えください。バイバイ。